チャオ、あちゃんです。今日はね、チキンビーフシチューを作ろうかなと思ってね。なんやねんそれって。適当に作っていきます。じゃがいも、これはね、インカの目玉です。インカの目玉をね、切っていきます。はい。今日もね、聞きやすいように一応マイクをしてるんで、ノイズが入っちゃうかもわからないんでね、聞き取りにくいかノイズかどっちかを我慢してください。ごめんなさい。はい。ちょっとね、なんかこのインカの目玉ね、もうね、じゃがいも缶忘れとってさ、じゃがいもがないのよ、うちの家。まあちょっと少ないけど、まあいいかなと。ちょっと汚いところだけ取るわ。今のところでいいかな。ね、まずね、インカの目覚めをね、この前ちょっとね、ショックなことがあってね、視聴者さんにね、あちゃん作ってる動画で、インカの目覚めだよって何回か言ってんねんけど、食べてる動画で、そのじゃがいも何ですかって聞かれて、あ、作ってるところ見てないんだなって。ね、もちろん食べてる動画しか見てないのかもわからん。作ってる動画おもろないからね。ねんけども、作るの気になってさ、何ですかって聞くのすごく失礼じゃないのかなってあっちゃん思うんだけどね。まあね、それは仕方ないです。応援してくれてんだけどもね、まあ見る間がなかったんでしょう。ちょっと包丁取り出します。まあファンがね、全部の動画を見てくれたら限らんからね。ただまあ食肉が気になるんやったら食動画作ってるところ見てほしいなと思うんだけどね。で、作っていきましょう。今日はちょっといろいろ雑談入れていきます。はい、今日はじゃね、今日もうやね。まずね、じゃがいもを切ります。ちょっとちっちゃい、これちょっと黄色いのよ。インカの目覚めっていうじゃがいもです。まあチャンネル見てくれとる人は知ってくれとると思うんだけどもね、ちゃんとね見てくれとったら分かってるとは思うんやけど、はい、まあちゃん結構ね、いろんなじゃがいも使います。アーリーレッドとかね、インカの目覚めとかね。で、やっぱり芋によったらね、味も違うしね、食感も違うし、風味も違うんでね、まあ、こういうところをね、面白いのを見つけてくるっていうのも、あっちゃんの一つの楽しみやねんけどね、ちょっと芋少ないな。で、人参の切り方もこうです。回しながら乱切り。どこを取っても皮から中から芯まであるようにね、これもそうでしょ、芯あるでしょ。で、こういうふうな切り方をすると、バランスよく人参の、食べられない。ポケって輪切りにするっていうのが一番まあね、いいんだけど、ポンと切ると絶対に全部ある。で、こういうふうに輪切りにしていくと、まあいいんやけどね。こうやって、煮物、煮物とかカレーとかね、そういうもんには、こういう切り方がね、バランスよく入るんだよっていう話ね。カレー、もちろんね、人参ってね、この皮の縁が一番、皮と皮、身の間が一番栄養があって、で、この芯にも栄養がね、この間もやけど、それを全部バランスよく食べるっていうのがね、いい、切り方なんです。切り方一つでもね、工夫するっていうのは全然違うんでね、ぜひぜひやってみてください。はい。お鍋や。よっこ、一緒。で、玉ねぎ。玉ねぎね、ほんのりちょっとこう皮洗ったんねんけどもね。あれすんのにね、ファイトケミカルスープとか作るのにね。はい。まあ野菜の話をね、してるね。
結構ね、今日ね、野菜のお話を、動画を出してんけど、結構みんなの反応が面白かってね。で今日まあね、夜ね、ちょっとこれに対してのライブをしましょうかって、ライブでまあ答え合わせをしましょうかっていう感じじゃないけどね。まあこの動画上がってる時にはもうそのライブ終わってるんでね、その、どんな答え合わせをしたのか気になる人は、ライブ、昨日のね、ライブアーカイブでも見てください。おそらくやったと思います。まだわからへん。この後のあっちゃんのね、何が起こるかわからへんからね、人生ね。だから、ライブはする予定やねんけどね、今のところね。この動画が上がってる時にはもうライブが終わってんのか、ライブがあったのかなかったのかってのは、この時にはもう結果が出てんねんけどもね。多分知ると思うんだけどね、そんなに今日は予定入ってへんし、忙しいことはないんでね。もうそんな感じでね。これを。なんだこの黒いの。玉ねぎの。なんか汚れやな、これ。あっちゃんはね、結構ね、玉ねぎ残っとっても好きやねんけど、子供がね、玉ねぎのシャリシャリ感が嫌や言うから、ちょっとこう、細く切ってきます。もっと細かく切ってね、ちょっと大きめのものを残して、お鍋に入れときます。玉ねぎね、これちょっと置いときます。で、メインは鶏。メインは鶏っていうことでね。鶏をね、もう持ってきてやんねんけども、今回鶏 722g です。これをね、拭き取ります。ドリップをね、拭き取って。まあ、ビーフシチューやからね、鶏肉でっていうのはおかしいねんけどもね。味はビーフシチューやけど、肉は鶏肉でいきます。ビーフのゴロゴロ高いでしょう。だから、国産で行くとね、とんでもない金額になっちゃうし。で、まだ、今回ね、ビーフシチューにしようか、カレーにしようか、迷っとったんやけどね。なんかね、ビーフシチューな気分になっちゃってさ。だから、鶏肉でビーフシチューを作ろうか、みたいな。完全なね、適当な海苔やねんけども。まあ、こんな感じ。一瞬よし、こんな感じよし。で、これにちょっと塩岩塩をね、パラ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 と軽く振ってね。で、何行こうかな。岩戸にしようかな。岩戸の塩を。まあ、小さじ1ぐらいパラパラっと。下味をね、つけとくことでね、まあ、旨味も出るというね。で、これを、まあ、おんのきましょう。落ちた。よいしょ。ではね、作っていきましょう。まあ、そろそろね、作りながら、煮ながらね、煮る時間結構暇なんでね、
ゆる時間ちょっと喋りましょうか。いろいろとね、いつそれをね最近やってんだけどね、どうもね喋る余裕がなくなってきてさ、しょ。よし、作っていきましょう。待てや。よいしょ。ではね、作っていきましょう。玉ねぎにね、油を、ちょっと米油を入れてね、火にかけます。玉ねぎをね、しんなりするまで炒めていきます。まあね、ビーフシチューの時には玉ねぎ炒めて、肉炒めて、野菜炒めてね、で水で煮る。それだけやねんけどね。パンがあったんやけど、パンないからな。まあご飯で食べねんけどね。まあ言ったらカレー感覚でご飯にかけて食べようかな。普通ないけどね、そういうのね。なしやけど、あっちゃん的に。もうそんなんで食べようかなと思ってるんだけど、はい、あのね、食っていうのはね、何が大事なのかって、まず大事なのが、材料、野菜なんかはちゃんと無農薬で作られてるのか、結構オーガニックにこだわってる人なんかでも、オーガニックって言いながら、あの意外と抜けてることがあったりするのね。オーガニックの中にでも結構やばいものが入ったりするので、そこをしっかり見ながら、無農薬っていうのは大事だよね。で、野菜はね。で、お肉とか卵とかは、どんな餌を食べさせてるのか、どういう飼い方をしてるのか、で薬とかを与えてないのかっていうのが大事なんだよね。で、調味料。調味料は化学的なものが入ってないのか。で、天然、基本も調味料の基本ってのはお塩。お塩が一番基本。だからお塩は本当に海の水から、なんだ、海の水を蒸発させただけの海水天然ミネラルたっぷりかそうじゃないのか、化学的に生成された塩なのかの違いで、岩塩もまあいいねんけど、岩塩はどっちかっていうと海水塩に入ってるミネラルが削ぎ落とされてる場合もある。代わりに海水塩に入ってないものが入ってる。だから今回塩を鶏にしたのは海水天然と岩塩、なんでかって両方の良さを取るためにね。だから両方使うっていうのが大事なのかもわからへんね。で、基本ね、地のものには地のものには岩塩、海のものには海水塩というのが味的には合うの。だからお魚とかには海水天然塩がすごくいいし、美味しいし、野菜とかお肉とかにはどっちかっていうと海水天然塩よりも岩塩の方が味的には美味しくなるのね。で、体にいいっていうのは両方体にいいからその辺は大丈夫だと思うね。で、日本人なんかだったら醤油、塩っていうのが基本の調味料になってくるけど、塩、胡椒、塩、胡椒じゃわ、塩、お味噌も海水天然と、オーガニック、無農薬の、で作られた、もの。を使ってるか、大豆ね、そのあたりを気にしなければならないのね。はい、そろそろよくなってきたんで、お肉入れていきます。ここにね、まずお肉を、塩で揉んだお肉を入れます。ちょっとね、手を洗います。その間に焦げないようにね、祈りながら、手を洗ってきて、これね、鍋肌にひっつくのよ。まあ、ひっついてもね、後で取れんねんけどね。で、これで鶏肉さんをね、しっかり、色変わるまで炒めていきます。鶏でもね、本当に鶏舎の中でね、ずっと一日動かずね、流れてくるね、外国から入ってくるわけわからんトウモロコシ食べてる鶏よりも、オーガニックな、その辺にあるね、ちゃんとした、なんだ、無農薬なものを食べさせられてんのか、そんな毒みたいな餌を食べさせられてるのかで違う。卵なんかでも薬とか成長ホルモン入れていっぱい産まされてるのか、本当に、ね、生き生きとして産まされてるのか、それで卵の値段とか鶏の値段変わります。当たり前のことやねんけどね。だからね、まあ、いろんなそういうところも考えながら食べていかないといけない。あ、今度は熱々落としちゃったよ。入れちゃえ。こういうね、落ちたから入れちゃえ。これの方が安全やねん。変な話、地べた落ちて3秒ルールとか言ってるけど、うえーってなるけど、3秒ルールしてる方がまだ安全やね。毒を食べさせられたお肉食べる方がずっとダメなんね。あとはそういうところは別に気にしない。そこはね、どこを気にするかやねんね。はい。
むしろだからこういうの使うのもほんま良くないねんけどね。こういうのもね、だからダメなもんが入ってんのよ。分かってんねんけどね。うん、ただやっぱりね、こういう毒素もやけど、鶏とか肉の毒素が一番あかんねん。胃の中で溶けるのはお肉やからね。その胃の中で溶けるお肉の中に毒素が入ってないことっていうのが大事よね。で、お野菜っていうのは胃で溶けへんからね。腸とかで溶ける。腸というか大腸で溶けるからね。小腸と違って大腸で吸収するの。ある程度吸収して、あと毒素と一緒に出てしまうのがお野菜。だからお野菜っていうのはそんなに重要であって重要じゃないっていうのはそこやね。まあ、食べへんより食べた方がいいねんで、もちろんね。でも、そんなに重要視をしないっていうのはそこ。で、子供がお野菜嫌いな理由は、言ったっけなの動画で。もともと体に毒素を持ってないから、毒素を取り出す必要はない。大人になったらなるだけお野菜が好きになって、子供の間嫌いでしょ、大体。それは子供は毒素を持ってないからお野菜を食べようとせえへんねん。必要ないのよ。必要としてないのよ、体が。だからわざわざ食べさす必要はない。食べたくなったら食べさせたらそれでいいだけのことやね、うん。だから、子供は頭が柔らかい。いろんなことにも吸収するし、何々、なんでなんでって考えるけども、大人になったら考えることを忘れてしまう。みんな洗脳教育を受けてきて、頭が凝り固まってしまうから大人は考えへん。子供は、だから子供は大人になったら仮面ライダーになるんだ、プリキュアになるんだって言えんねん、素直にね。それは洗脳されてないから。だから子供で YouTuber になりたい、大人で YouTuber になりたいって笑われるのはそこやねんね。現実見なさいって言われんねんけどね。その現実が本当に正しいんでしょうかっていう話やねんけどね。だからいろんなことを見て、洗脳者っていう人はもうあんな完全に頭が凝り固まってしもてんねん。洗脳、ね、してされてる。だから、何でもかんでも陰謀論で片付けてしまって、頭が凝り固まってんねん。それは陰謀論じゃなく、もしかしたらそれがあるのかなって考えることが大事やね。それが全て正しいとあっちゃんは言ってない。だから目を覚ませっていうのは信じろっていう意味じゃないのよ。目を覚まして、ちゃんと自分で考えてねっていう意味で言ってんねんけどね。それがなかなかわからんくってね。はい、水ね、これね、蓋をせえへん場合1リッター。蓋した場合 800cc って書いてあんねんけどね。とりあえずね、あんまり固まりすぎてしまうとあれなんでね。まあ800ちょいぐらいでとこか。でこれで沸騰するまで、煮ていきます。まあ、煮てきたらね、そこの焦げたところとかひっついたところは取れていくんでね、それもまたうまみに変わるんで、混ぜながら強火で、熱していきます。で、これやっとる間にね、沸騰するまでちょっと置いときましょう。でその間にサラダ作る。サラダはね、これとこれもね、このやっぱりこのいい大根のサラダがすごい、わお、すごく好きでね。やっぱ子供っていうのは味覚が鋭い。それとやっぱり、ね、自分の体に欲しいものなのか欲しいないものなのかをちゃんと選ぶねんで、だから、何のためにお野菜を食べてんのか。だから煮野菜とかっていうのははっきり煮物っていうのはね、煮物よりも生野菜の方がやっぱりその食物繊維が取れたりね。で、あれがないのね、体内で変に吸収されへんのね。だから逆に吸収される栄養が取り込めるからって熱の入ったお野菜がいいって言われてるけど、子供がなんで生野菜好きなのかって言ったら、分かってんねん、体は。体内で吸収するんじゃなく、大腸で、毒素と一緒に掘り出すから、生野菜の方が食物繊維が強い。だから子供っていうのは、そういうふうなんだよね。あんまり食べへん子っていうのは、それだけそれを必要としてない。そんなに毒を食べてないから必要としてないのね。だからちゃうかなと思うね。でもうちの子も生野菜は食べるけど、煮野菜あんまり好きじゃないのね。なんでかなと思って考えてて、そこに答えがあったんかと思ってね。で、それでもやっぱり体に全く吸収せんようにした方がいいでしょ。だから塩もみして、吸収率を上げるのね。で、そこにドレッシング、酢を使うことによって、
吸うっていうのはね、体の抗菌作用も上げるしね。で、そういうところも使うね、酢をたくさん使うこと。あとビタミン入れるのに柑橘を入れること。それはドレッシングっていうのはそういうのを使うのがいいんじゃないのかな。で、あっちゃんは勝手に思ってんだけどね。おいしい。みんなもね、答えはないねん、はっきり言って。でも、ヒントはいっぱいあんねん。要は、野菜の成分って何かって考えると、それは取らないといけないものか、取っちゃいけないものか、それを取るとどういうふうに変わるかっていうヒントはあのね、ビタミンいっぱい取ったら風邪ひきにくいとかさ、ね、何を取ったら回復するとかさ、そういう何かってヒントはある。で、ここにね、塩ね、小さじ半分ぐらいを、わお、飛んじゃった、ああ濡れたな、これをね、揉んどきます。今度はキャベツも一緒に揉みます。で、これをやっとくことによってね、吸収力のいい野菜ができる。で、ここに、酢、醤油、あ、醤油じゃ、塩入ってるから酢と、柑橘で、油。これで、ね、油はね、これ、亜麻仁油とか、オリーブオイルを生で入れることによって、まあ、ごま油でもいいけどね、入れることによって、人参の使用性の、吸収率を上げていく。こういうのね、考えてやるとね、お野菜ってすごい効率よく取れるのね。で、子供はね、やっぱりこういうのは食べてくれる。なんでかというと、子供は、これは体にいいなって分かってるからね。はい、こうやってね、沸騰してきたね。このアクはね、取らない。アクっていうのは野菜とか鶏から出た旨味やからね。で、これを、蓋をして30分って書いてあるけど、鶏やからね、20分で十分やと思うんだよね。よし、蓋をして中火にして約20分煮ときます。はい、四つ葉のバター、熟成バターをのせてみました。じゃあ食べましょう。はい、できました。では食べましょう。ビーフシチューライスとサラダ。じゃあ食べましょう。